さあ、旭川から東急カムイで札幌に戻りましょう。いや、今日楽しかったですよ。さあ、夕日見れるかな。なんか見れたらいいですね。さあ、乗りましょう。帰りは少しリッチに U シートにしました。まあ、北海道ラブのチケットを利用していますので、ここの分は無料なんですけど、旭川駅を16時ちょうどに発車、特急カムイ32号789系1000番台です。今日は天候があまり良くなかったため、行き当たりばったりと計画のない旅をしてみました。まあ、結果お蕎麦を5箇所で5杯食べてきました。いやー、どこのお蕎麦も甲乙つけ難く美味しかったですよ。詳しくは下の概要欄に記載してありますので、ぜひアクセスして見てみてください。そして天気が回復してきて、夕日を少し期待しながら乗っています。特急カムイ32号です。夕日のところだけかろうじて空が見えていますね。いやー、今日は乗れてよかったです。今回は U シートにしたんですが、乗り心地最高ですね。たまに乗るのはやっぱりいいかもしれないですね。時速120キロ近いスピードでひた走り南下しています。特急カムイ32号789系1000番台です。自由席は混み合っていましたが、 U シートはとても空いてて快適です。一つの窓に一つの席と割り当てられていますので、車窓を独り占めできます。少し天気が良くないですが、車窓を皆さんと一緒に楽しみましょう。
特急カムイ32号は高速で甲州内駅そして峰信駅を通過していきます。お天気も回復して夕日の景色とっても綺麗ですね。旭川から乗車して約1時間、岩見沢駅に到着しました。ここで結構お客様乗ってきてらっしゃるんですよね。意外と需要が多いのに驚きでした。岩見沢から先は南から西に方向を変え、そして石狩地方、札幌へ向かっています。特急カムイ32号は上幌無駅を高速で通過していきます。レールの状態がいいため、揺れが少なく、そして音も静かなため、とっても快適です。国道と並走して走っていますので、車をどんどん追い抜いていくのは、とても見ていて気持ちがいいものです。幌無駅を通過していきます。まもなく江別に入ります。旭川から乗車してあっという間に札幌に着いてしまいそうです。すっかり日も暮れて札幌に入り、そして豊平川を渡ります。夜景がとっても綺麗です。テレビ塔もはっきり見えました。旭川駅から乗車して1時間25分、終着の札幌駅に到着しました。今見えている景色、間もなく見れなくなってしまう景色です。ここ新幹線の駅ができる場所、もうすぐ工事が始まってしまいます。この景色もあと見れるのもわずかです。食べまして、まあ、特急カムイで行く旭川から札幌への鉄道旅、皆様いかがでしたでしょうか。皆様もぜひご視聴いただきましてありがとうございました。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。